明治安田 J2 リーグ。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はレノファ山口対清水エスパルス、こちらの一戦をお届けいたします。天気ですが今日は雨が降っています。濡れたピッチコンディションの中このゲームは行われます。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サイドを紹介します。左から右に山口、反対側右のエンドからが清水、ヘナン、山原、このボールをカットします。白崎、ドリブルで上がる。さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。シュート、先制、エスパルス。北澤さん、今のボールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。さあ清水、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。浮かせてきます。ヘナン、流れを止めます。長いボールを入れます。もう一つ前に行きたい。振り抜いた。うおー、ルーカス・ブラーガ。山口はここからの戦い方やゲームプラン、非常に重要になってきますよね。そうですね、やはり立ち上がり先制されてしまいますとね、どうしても相手に余裕を与えてしまいますからね。でもまだ全然焦る時間帯じゃないですからね、じっくりいけばいいと思いますけどね。対応します。奪いに行きます。キム・ボムヨ、裏を狙っていきます。シュート、山口。北澤さん、これ早かったですね。いや、すごいな、動きのある展開になりましたよね。これでまた分からなくなりましたよね。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないとなかなかこういうゴールは生まれないですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。失点した後なんですけどもね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね、はい、チームの強さを見せましたよね。右サイドへ振って、お、いい形じゃないですか。中上げる、インターセプト、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。これはファールの判定。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。幸運にも注意に終わりました。さあフリーキックのチャンス、いい位置ですよね。どちらとも直接ポストに当たる。いや、今度はどうだ、押し込むか、奇跡のセーブ。ここでも横飛び余儀なくされます。このファーストハーフ、最初のコーナーキックは清水、前、これ仕掛けるか、スルーパス、
ここはクロスシュートー、すごい反応を見せました。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。ヘディング、このヘッド報われませんでした。ここは繋がりません。さあ一人で持っていく、通るのかこのパス。ここはカットします。ヘナン、ヘナンからの長い縦パス、ここは読んでいました。これは合いません。宮本、乾、スペースを使う。乾から右へ、サイドを変えた形。ここはつながりません。裏を狙っていきます。佐藤、これは積極的なチェック、スペースを狙った。さあここでカウンター。キムボムヨ、今日の試合でアシストを記録しています。スペースに出す矢島。さあ矢島、あっと倒された。 PK です。ここで PK、 いやちょっと厳しく行き過ぎましたかね。山口、ペナルティーキックを与えています。ここは確実に決めなければなりません。はい、外すと流れ変わる時もありますからね。世紀のセーブ、セカンド拾えるか。これを決められない。いや大事な場面だったんですけどもね。これはもう素早く切り替えて次という意識でいきたいところでしょうね。清水はコーナーキック2本目。うまいですね。抜けてくる。さあそのまま行くのか。いやこれはよく止めました。ここはすぐ奪い返します。乾、さあ矢島、このボールに触ります。奪い返します。さあ北川、裏へ出るか。フリーで受けた、シュート、エスパルス、いや勝ち越し。前半終了直前、見事に決めてきました。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし、素晴らしいカウンターでしたね。さあ清水、1点をリードしてリスタート。これは合いません。裏へのスルーパス、高橋、このボールをカットします。ここはファールを取られます。ルーカス・ブラガ、裏へ届くか、スペースを狙う。さあ受けるか、うわパスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。
There will be three minutes at a time. アーツのようなパス。おー、いいオーバーラップですよ。あー、いい展開ですね。シュート、いい反応。いやー、これはナイスセーブ。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。前半最後のセットプレーになるのか。頭できた。これはクロスバーのわずかに上。いや、いいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。奪います。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。差は1ゴール。さあ、ここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。いや、盛り上がりましたね。ですが今 2-1 ですから、次の1点が重要になってきますよ。どちらが決めるかで状況が大きく変わってきますからね。山口としてはまだリードされてますし、早くから仕掛けてくると思いますよ。明治安田 J2 リーグ、レノファ山口対清水エスパルス。では引き続き試合をお楽しみください。後半参りましょう。リードはされてますけども、十分時間はあるので、しっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい、さあチャンス来た。シュート、クロスバーの少し上。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。シンボ、スペースを使う。さあ北川フリーだ。コーナーキック。清水は4本目のコーナーキックです。山口はこれまで1本。頭フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。まあ、ディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。けど悪い選択ではなかったでしょうね。矢島から北川、川野、北川が受ける。乾に渡る。絶好の位置。どうだ、シュート。いやー、ディフェンス陣の隙を見逃さない、いいプレーでした。北川、今日はキャプテンマークを巻いています。ボールを奪いに行きます。ここは笛が鳴ります。レフリーの注意が入ります。宮本、スルーパスを狙う。山原、ここは読んでいました。山口は現在このセカンドハーフ立ち上がりをビハインドという形で戦っています。まあ、この後半の入り方で主導権が変わってきますからね。まずは相手より先に掴むことでしょうね。まあ、そしてもうこれ以上失点しないことが重要になりますよね。いや、これはカウンターのチャンスですね。裏を狙う、飛び出した。シュート、いやー、今のは惜しいシーン。シュートは枠を外れていきました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。清水、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。Substitution on the field。両チームともメンバー交代があるようです。宮本、吉田、松崎。このスルーパスは通りません。スペースへ、
山口としてはちょっとボールを回されているので積極的にプレスをかける方がリズムができると思いますけどもね。白崎、ここはシンプルにクリアします。乾から矢島、いい展開ですね。もう詰めてますよ。山口は選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。さあ北川、矢島、スルーパス、絶好の位置、シュート、ー前から前線へ、前、若月、ここは対応します。裏のスペースを狙う、ヘナ、裏を狙っていきます。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ここで丁寧にボールを扱う白崎、これは奪い返します。白崎へスルーパスを出す、おっといいボールでしょ、矢島へのボール、いい形ですよ。ここで受けて山原、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。ここはつながりません。さあ北川、北川、これは来た、これはいいディフェンス、取らないですね。清水としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。清水、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここは奪います。北川から乾、中心ファールを取りました。サブスティチューションオンザフィールドナンバー37ナンバー9カミングオンザフィールドナンバー68サーフリーダナンバー55ペナ、体を張ったプレー。山口は今の交代であと1回の交代枠を残すことに、狙った、奇跡のセーブ、いいシュートでした。いや、決められてたらかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。さあつながるシュート、山口チャンスを迎えましたが同点にはならず。いや、今の止めていなかったら追いつかれているわけですからね。これは今日の試合の中でも一つの大きなポイントになりましたね。大きなピンチでしたがチームを救いました。山口は2本目のコーナーキック、山口がここでファールを取られます。奪い返します。山原、ここでファールがありました。おっと、佐藤へ、ここで入るか、さあこぼれた、危ない、ファーサイドへのボール、
山口としては残り時間なくなってきましたからね、素早くボールを奪ってシュートまで持ってきたいですよね。下詰め、中村、原、裏へ届くか、この位置で受ける、置きましたよ、おっとこぼれ球、もういいですね、チャンス来た、シュート来た、追加点、エスパルス突き放します。流れるパスワークからゴールが生まれました。いやこれは素晴らしかったですね、パスワークの中で相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね、今のはチームの連携が生んだゴールですよね。監督の采配見事的中という感じでしょうか、投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね、選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。さあ清水、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか、もう時間はありません、この時間帯で主審時計を見ながら長いホイッスル、3対1、山口今日のゲームは惜しくも敗戦、一歩及びませんでした。さあいかがでしたか、山口としては最後まで追いつこうという意思を見せましたよね、サッカーはたった10秒でゴールが生まれるスポーツですから、笛が鳴るまで諦めないという姿勢は大切ですね。そうですね、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。